皆さん、はい、あの事件を覚えているでしょうか。片時も忘れたことはあります。私はありましたね。のりさんはまだねいない時に起こった事件なんですけれども、うん、僕たちですね即興でものの10分ぐらいでね作った曲がありまして、夢のまた夢っていうんですけど、タイトルも15秒ぐらいで決めたら素晴らしい歌い手さんの名曲と被ってしまってなんとも言えない気持ちになって、しかもその曲を世に出してしまったっていう、はい、まあ、夢のまた夢事件っていうのがあるんですけれども、うん、まあ、今日はその事件についてちょっと触れていこうかなっていう、おお、なるほど。皆さんにお話ししなければならないことがあるということで、まあ、あの事件なんですけれども、車で流せばちょっと音質も悪いし、人の好きな曲なんてあんまわからないもんですから、まあ、僕が作った曲でもわかんねえんじゃねっていう企画を 3、4年前ぐらいにやりまして、その時に作った曲が夢のまた夢という曲でですね、フリー BGM から適当に引っ張ってきましてトラックを、で歌はその場でめちゃくちゃふざけた感じで 2、3 分で撮り終えると、はい、そういった曲でして、その歌なんですけれども、はい、サブチャンネルで出したんですけど、ファンの方にはなんか嫌いになれないみたいな ご好評の声をいただいたんですけれども、まあ僕たちとしてはやっぱもうあんなねふざけた曲を出してしまって、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいいるということです。ということで、はい、夢のまた夢、はい、はい、リメイクが決定しました。やったー、マッソー。あの時、まさかね、アーティスト活動するなんてことは、うん、まあ思ってなくて、まあそれこそね、まあ、のりさんが途中で新加入しまして、はい、皆さんの夢が、まあ歌やることということで、はいはい、まあ急遽ね、いろいろ頑張って歌の活動が始まったんですけれども、あ、まあその夢のまた夢、いつかちょリメイクしたいなと僕ちょくちょく思ってまして、ついにその夢が叶ってしまったという。いや、すごいわ。まああの時はど素人たちが適当に適当を重ねて作った曲だったんですけど、はい、まあこのね、元プロのアーティストのりさんがちょっとリズムとかメロディーがおかしいから変に聞こえるんだよっていうことをもうすごい前から言ってて、あ、そうなんですよ。俺ちょっとあれ直せるよみたいな話してて、のりさんがもう作曲としてメロディーを綺麗に変えてみて、はい、そこでまあ歌詞とかあの名残惜しい、うん、あのふざけた感じをちょくちょく取り入れつつ、はい、夢のまた夢、はい、ということで、いやー、作らせていただきました。歌詞とかはあのまんまなんだけど、うん、途中までね。だけどあれもうなんか A、B とかあるんだけど、普通 A メロ、B メロ、うん、足りてないやつはそうそうそう、だってもうめっちゃ短いもん。足りてないところはのりさんのメロディを追加して歌詞も新たにつけてみたいな感じだって。 A 歌ってサビを歌って終わりだからな。そうそうびっくりしたもん。なんですけど今回は、まあ、2番とか落ちサビとかしっかり考えて、ターボーさん、小平さんとか、はい、カツキとかも歌わないんですけど、どうせふざけた曲のリメイクだから、はい、ということで全員歌ってます。よーっ、その名残みたいのを残した感じになってるんで、そうだ、気軽な気持ちで聴いていただきたい。ただバチバチにトラックとかも変えてもらって、めちゃくちゃ実はかっこいい感じにしちゃう。いやだから意外とね、これ隠れ名曲になる可能性多分なるよ。まあ僕がマスタリングとか担当して、いろんな修正を経て、うん、もう今出来上がっております。おお、まあということで、こちら夢のまた夢回、ちょっとサビの部分だけでもちょびっとね、お解禁しちゃいたいと思います。おー、解禁しちゃうの。どうぞ。あの夕焼けとともに、いくつになっても、また夢のまた夢、いくつになっても、あの夕焼けとともに、いくつになっても、どうですか皆さん。もうかっこいいだ。いや、かっこいいでしょ。普通にかっ
こいい。ちゃんとなってるんですよ。ライブでもみんなと盛り上がれるように結構面白い要素とかもいろいろ入れてるんですよ。遊び心がたくさん詰まったふざけたいシティらしさ全開の曲といいますか、あ一番いい。こちらの MV は後日アップされるということで、はい、皆さんぜひお楽しみにしていてください。お願いします。そしてもう一つですね、8月の三大都市ツアー、はい、福岡、大阪、東京がありますけれども、もう大阪はほぼない。あ、大阪も完売、ほぼゼロの状態。ありがとう、ありがとう。あとはもう福岡、東京まだね枠がありますので、はい、こちらガンガン応募していただいて二度と会えないかもしれないです。そうですね、福岡とかもう、ね、大変なので。どうですか福岡の方、福岡の方はまだ行けるということで、皆さん来てくれないと一生行きませんよ。やめろ。直球なのに。来なくても行け。まっすぐの目で言うてるから俺。そうなんですよね。まあでも福岡は普通に楽しみにしてるんで、はい、ぜひ皆さんもお越しください。お願いしま す。その近辺の方ぜひ待っておりますので、日程とかチケットの買い方とかね、お詳細はこの概要欄に載っておりますので、そちらからチェックしてみてください。お願いします。で、8月の都市ツアー、案内都市ツアーでね、いろんなこう発表がもしかしたらあるかもしれませんので、おー、皆さんぜひこぞって、ご応募ください。お願いします。お願いします。ちょっとドッキリ、ドッキリ言うて。待って、あれ、じゃあ福岡高校、4番こちらです。自己紹介しろよ。はい、せーの。